吉野さん、私もね、責任の重さが給料袋の重さだっていうのはすごく同意しますね。やっぱ責任の軽い仕事って、腹がくくれてなくてもできるんで、それなりのチープなね、給料になってしかるべきだと思います。で、いろんな仕事を取り組んでる人は、この仕事がないと社会が壊れるんだとか、すごく社会が歪むんだとかね、いろんな正義感で働いてると思いますけども、ぶっちゃけその仕事なくてもいいよっていうふうに社会に認められてないものって給料安くなる傾向にあるんですよね。全部ではないと思いますけども。というのがね、給料が高くても世の中に必要ない仕事っていうのもあるんですよ。ガウス曲線っていうんですけど、こういうふうに。ほとんどの仕事は責任とその報酬が一致してるんですけども、こっちのね、この曲線のこっちの方とこっちの方は異端の方ですよね。異端っていう意味なんですけども、端っこですから。異なる端っこですから。こっちの方は、なんか意味がないんだけども、給料だけ高いみたいなね、中間団体みたいなのがあったりとか、ただ中抜きするだけの電通みたいなもんですけどもね、ああいうのがあったりとか、あと、こちらの方では、ものすごく責任が重いんだけども、給料が安いと。ただ義務感とか、もう、やる気だけがね、報酬だみたいなね、やる気搾取みたいなのもありますけど、そんなことで成り立っている業種もあるんですよ。私から見ると、ちょっといろんな意見あると思いますけど、介護の業界っていうのはものすごく責任が重くて大事なのに、給料は安い、恵まれてないんですよね。だからバランス取んないといけないんじゃないかなって気はしますけども、そのバランス、給料を高めていく努力を業界の中の人がしなくちゃいけないっていうのは事実だと思うんですよ。で、全く役に立ってないのに給料が高いようなね、中間団体のなんか、なんとか協会みたいなのあると思いますけども、そういうところがね、給料高くてなんでだっていうのは、やっぱり社会の役には立ってないけども、上手に制度を使って私利私欲を実現させてるんだと思うんですよね。で、今回ね、何が言いたいかっていうと、自分がやらなくても他の人に働いてもらって、そのテコでもってね、自分が不当に裕福になる方法っていうのがね、もしあるとしたら、それは人に好かれているってことなのかなと思うんですよ。で、人気があったりとかね、精神的に拘束しているとか、いろんな言い方があると思いますけども、結局日本学術なんとかっていうのがね、最近ニュースに出てきましたけども、結構税金ものすごく取っていくのに役に立ってないそうなんですよ。まだ私知りませんけどね、どういう組織なのか。ただ役に立ってないけど、税金ガッポガッポ持っていって、そこの元会員みたいな人がね、学術なんとかって会員みたいな人が池袋で、もう人をね、こう引き殺してしまっても、車で引き殺してしまっても無罪を主張できるみたいな特権があるみたいなね、そんなことがあったりとか。私ニュースはほとんど見ないんで、本当何日も遅れて人づてに聞くんですけども、恥ずかしいことながらね、世の中ってこんなめちゃくちゃなのかっていう部分があるんですよね。だからビジネスの世界って基本的に正直だと私は思ってます。というのが、ビジネスを真っ当にやってきて、ここまでね、真剣にやってきたからこそ、まさに正直だと思うんですよ。浮っついた心の人が、例えば YouTube の動画見て、インターネットを見て、簡単に稼げそうだなっていう風な発想の人は、簡単に稼がれちゃうんですよね。ポーンとやられちゃうんですよ。でも、自分の力を発揮しないとダメだと。自分の力をつけないと、結局何も、どんな素晴らしいツールも扱えないよっていう風に、自分のことをちゃんと掘り込んでいける人は、正確なツールなり、正確なビジネスにたどり着くと思うんですよ。ちゃんと自分を鍛えてる方とかね、手段を使い込める人っていうのは、目的に達します。だから吉田さん言われたように、誰かに強制的にその再生ボタンを押されたわけじゃなくて、決済ボタンを押さされたわけじゃなくて、自分が勝手に勘違いして、自分がそのリスクも確かめずに、で、販売者の連絡先も知らないままに、単なるノリで決済してるんですよね。で、クレジットカードいそいそ出してきて、カード打てばいいのかみたいになってるわけですよね。しまいにはカードの番号が流れるわけじゃないですか、いろんなところに。で、また別のセールスが来て、暗号通貨の負けを取り戻しましょうみたいなのが来るわけですよ。で、なんとかビジネスの復活させるために募金をくださいみたいなのに、どん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 払っちゃうみたいなね。だから、それはね、被害者の方に鞭打つようで申し訳ないですけども、防衛力が足りなかったです。このビジネスっていう世界は正直なんで、騙すのが上手な人が紛れ込んでいたら、そのまま正直に騙すのが上手な人が勝っちゃうんですよ。だから、騙されるのがものすごくね、上手な人は、騙すのが上手な人とマッチングしちゃうんですよ。でも、一定の警戒心を持つべきですけども、やっぱりチャレンジする気持ちが必要ですから、だから許容できるリスクとか、自分が、かぶれるね、金額っていうのにとどめとかなくちゃいけないんですよ。これは本当に繰り返し繰り返し、私2013年からしつこいぐらい申し上げてきたんですけども、30万の、例えばね、ブログアフィリエイトで稼ぐ方法みたいなのを買ったところでね、じゃあ、そのブログアフィリエイトで稼ぐ方法を学ぶ時間と根性と興味があなたにあるんですかっていうのをちゃんと確認しないと、買ったら満足して終わりになっちゃいますよってことなんですよ。
で結局買ったら満足して終わりの人が山ほど出てきて、ノウハウコレクターみたいな言葉でね、自分はノウハウコレクターです、えへへみたいな感じで照れくさそうに笑ってますけど、笑ってる場合じゃないですよ本当に。そういうノウハウコレクターみたいな人がどんどん商品買うから、一部の売る人も調子に乗って売りまくるわけですよ。あ、このパターンだったら売れるぞみたいなね。だからもう共犯だと言ってもいいですね。これ言い方がちょっとね激しすぎると思いますけども、買う人が売る人を支えてるんですよ。だから買った人は売る人にもっともっと要求していかないと、これじゃあ自分には扱いきれないと、もっと使いやすいものはないのか、レスポンスが遅くって質問した時に全然回答が来ないじゃないか、なんで1日2日返信にかかるんだとかね、遅すぎると、お前は顧客のために待っとけ、待機しておけ、それだけの金額払っただろうみたいなことを言わなくちゃいけないと思います。まあ、ですので私は、ね、すごくこだわったのは、吉谷さんも同じだと思いますけども、ユーザーさんからね、購入者さんから質問があったらすぐ答えるでしょ。遅くともその日のうちには回答しますよね。早ければ10分以内に回答します。しかもそれ動画だったりするわけですよ。素晴らしいですよねこれがね。いや、これがだからスタンダードだと思いますよ。正直なビジネスをしている人は長続きする、正直なマーケットが支えてくれると私は思うんですよ。だからインチキな人ってのは結局はね、そのインチキを支えるマーケットにしか入れないんで、なかなか表に出てこれなかったりとか、まあ、インチキな、もう本当ワンパターンなんですけども、なんとかかんとかっていうね、ちょっと言いにくいですけども、なんとかかんとかっていうツールを売ったりとか、なんとかビジネスみたいなのを進めて、結局はねこれになっちゃうんですよ。だって売ったら売れるみたいな市場が残されているわけですから、だから逆にね、コツコツやらないとダメですよとか、買わなくたって別にやり方わかるでしょと、 YouTube 毎日上げりゃいいんですよ終わりっていう風なことで、ちゃんとできる人だったらいいんですけども、いやでもなんかこう尻を叩いてくれる人がいなくちゃみたいなことになっちゃうと、そのぐらいならいいんですけどもね、でも YouTube の儲かる教材買いましたって言っても、最初 G メールを取りましょう、アカウントをこうやって作成しましょうみたいなところからずっとコンテンツ続くわけでしょ。だからそういうのはもう検索すればすぐ出てくるからみたいな、そういうのも込みで金額に入ってるとしたら、販売する方も購入する方もものすごいロスだと思うんでね、もう今の時点でそのネットで稼ぐみたいな興味を持った人は YouTube のアカウントを当たり前に持ってて、普段のやり取りはメールで迅速にしてて、 LINE アットはどういうものかを理解してて、自分でも情報発信している、そこからスタートですよやっぱり。だからね、本当に悩ましいんですけども、情報発信する気がない人がビジネスをやろうっていうのはもう最初からもう門前払いにするぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思いますよね、厳しくすれば。ただやっぱり売り上げを追っかけていくってことを考えたら、今は情報発信していなくても情報発信する気にしてあげようかなっていう風な、そういったレベルポジションで、販売者をしていくっていう部分もありますんで、まあ気のなんか気あれですよね、気まずいですよねなかなか。でここでねちょっとまとめに入ります。速稼塾の特典があるとしたらね、私のアカウントです。 YouTube のアカウント、チャンネル登録者数11,400人、そのチャンネル登録者数、しかも私は毎日動画をアップロードしてます、アクティブです。ここに速稼塾に入ったら、あなたの動画を紹介しますよっていうのが最大の特典だと思いませんか。自分一人で YouTube 上げてアクセスの自信がないんでしょ、ブログの自信がないんでしょ、リアル店舗の集客の自信がないでしょ。私が1万人に対して発信したらどうですか。速稼塾で入っていただいて何かのビジネスをしていたら、私はそれをね、やっぱりこう要求があったらすぐに無料で、速稼塾の塾生さんに関しましては無料で宣伝しますよ。今までもそうやってきましたからね、ずっと。だから当たらないわけないんですよ。だからそれが速稼塾の特典の無数にある特典の一つだと思いませんか。で、多分私とのこのチャンスを逃したら、1万人のアカウントで紹介してもらえるような、しかも無料同然でね、速稼塾に入ったら無料で紹介してもらえる、何回でも、こういう巡り合わせってもうないんじゃないですか。1万人のアクティブな視聴者さんがいるアカウントで紹介してもらえるような、そんなチャンスがもしね他に無料同然であるんだったら、ぜひねそちらの方でチャンスを広げてもらいたいと思います。多分ないと思います。ですんでね、私はね1万人になったら必ずこれを塾生さんに提供しようと思って、塾生さんのアカウントをどんどん一緒に育ててくるみたいなことをしていました。チャンネル登録者数がね1000人超えるなんてのも、私にかかれば朝飯前ですよ、一緒にやれば。ただ私がどんだけ協力しても、この動画を紹介してくださいとか、こういうことを久保さん発信してくださいっていう風な要求がなければ、そのアカウントはどんどん忘れられていきますよ。だから私の発信と歩調を合わせれるぐらいねやってくださらないと、なかなかチャンスがあっても使えないんじゃないかなと思います。だからチャンスを使いこなす力はいるんですよってことなんですけどもね。はい、ということですね、吉谷さんね。
十分ね活用していただきたいと思いますよ、本当にこういうチャンスをね。で、PS 推進ですけども、今日もね私はね返信動画を30何本か撮りました。吉谷さんのも込みで30何本か撮りましたよ、返信動画を。公開限定と一般公開のやつで、これ当たり前ですよ。これはあの一般公開の動画はもう十数本撮ってますけど、その裏でねあの限定公開の30数本撮ってるんですよ。合計50本この今日16時21分の時点でやってるんですよ。これはでも当たり前だと思います。しかも楽しいです、ね、ダイレクトに視聴者さんとつながれる喜びですよ。熟成さんとつながれる喜び、吉谷さんとやり取りができる喜び、だからねストレスが何にもないですね。ストレスがあるとしたらこうやって撮影してる時にピンポーンって誰かが来たり電話がかかってきたりして中断することですよね。そのぐらいですかね、うん、私もね町内会長やってると人が来たりね電話がかかってきたりするんで、それはやめてくれっていうふうに、今日も7時から定例会があるんでね、また繰り返し言っておきます。電話はやめてくださいと。私の暮らしが中断します、皆さんもそうでしょって。電話って予告なくかかってきますよね。相手のことを考えたらやっぱりメールにしましょうよと。でメールができないってことをね声高に主張するんじゃなくて、確かに配慮に欠けるなっていうふうに思ったらメールを覚えましょうって話ですよ。電子メールって一体何年前から出てるんですか。でパソコンが苦手だっていうね、まあお年を召された方ね気持ちわかりますけども、パソコンが出た時ってのは40年前です。40年前はあなたも若かったはずです。20代30代40代だったでしょ。その時にやらなかった、5年経っても10年経ってもやらなかった、20年経っても30年経っても40年経ってもやらなかった、その姿があなたですよってことをね、また伝えなければならないということになります。なんかね本当にね、行政改革担当大臣が河野太郎さんになってね、ハンコをやめたりとかデジタル化とか進めるわけじゃないですか、うん、結局町内会も行政機関のね下部組織ですから同じなんですよね。ハンコをなくして IT 化を進めてペーパーレスにして、連絡はリアルで会うんじゃなくて Zoom 会議とか YouTube とかを使うようになると思います。私は一人でやってますけども、まあ、多少視聴者さんはね、町内会の視聴者さんが出てきたのは大きな一歩かなと思います。まあ来年からもやってほしいかなと思いますけどね。はい、ではいってらっしゃい。